こんにちは、清のしめチャンネルです、まだまだ暑い日が続きますが、今日は19日、金曜日と8月19日ということで、自分の今ですね、自分の安室奈々子あるんですが、これに、マイナポイント、もうジジイでも頑張ってます、そういう系は。もらえるものは、自分で操作できるものは極力もらえます。1万5000ポイント入れてきました。それの手続き、とにかく面倒だった、つくづく私面倒だった、本当に親父頑張った、本当に。ですね、まず一連のまず操作より流れね、当然これ自分これ安室奈々子と自分のマイナンバーカードがあるんですけど、これとあと、スマホ当然3つ必要です。でスマホは後ろ側でこう読み取り NFC 読み取りっていう、僕のはアンドロイドなんですが、はい、スマホもこっちにピッてこうやって、残高7個の、アプリ入れてますから、残高とかチャージとか分かって、でこれとこちらのマイナンバーカードね、はい、これもこれで読み取りできますから、はい、やり方は後ろこの機種はこうなんで、ここら辺にピッてこういうふうに、はい、やるか、または縦置きでもここら辺に上半分あたりにかましてればっていうか、やってればピッて なりますから。んでとりあえず自分は7個のソフトを入れて、あとはねこっちにね、ですね、もう本当にとにかくね厄介だった、7個のソフトと、ですね、あとはマイナポイントっていうのとマイナポータブルっていう、この2つ入れましたですね。1個は黄色いウサギの、丸くてマイナポータブルっていうソフト、いや大丈夫だよな、やばいのねえよな、これね、こういうやつね、マイナポータブルっていうこう黄色いウサギのマイナポータブルと、あと7個とマイナポイントっていう3つのソフトを入れました。はい、これが使えないとダメです。これでとにかくね、まずこれも本当に私は、土浦市で、本当に世の中がなんか無料で、そのうち来年から500円取られるとかっていう話になってきた噂があって、それで初めの初期の頃に交付してもらいました。結構僕は早かったです。はい、だからもう私はとっくに交付はしてるから、この今回のこのマイナポイントの2の今回のキャンペーンの、5000円、新規に作った人の5000ポイントっていうのは、僕はそれはもらえません。以前から作っちゃったから。ただ健康保険証に紐付けと、あと公金の返還口座の紐付けを2つやったから、7500円入ってて、今、セブンイレブンで、その1万5000なんとかポイント、15690ポイントかなんかかな、それまでにの690があったんで、それを、現金の方に、入れてきます、はい、ポイントチャーの方に レジを通してやってきました。で、まずこれ初めは、初めやることはですね、よいしょ、まずマイナポータブルというソフト、これで、健康保険証の、自分は保険証の番号は入れなかったな、なんでかっていうと、もうすでにこのマイナンバーカードが保険証と、行政上は、この私の名前での保険証は、私の名前ではマイナンバーっていうのを市役所は上がってるわけですから、この国保の
この私の名前の国保の人はこの番号だと役所が分かってるわけだから、これを、はい、このマイナンバーカードを、はい、読み込ました時点で、その時に聞いてきますから、国保の方、健康保険の方の登録ですか、公金の返還口座の方の登録ですかって聞いてきますから、健康保険、保険の方の、ね、紐付けっていうような登録っていうふうになるところにやると、これをまず、はい、読み込ませて、OK とかこうやっていけば、この番号がつまり健康保険証の番号と紐付けになります。でちゃんと OK とかって、とりあえず同意とかっていう、まあ普通のことと同じように同意しますとか、OK とか次へとかいうふうに出てきますから、それはそのままピッピッピッってやっていけば、最終的に完了しましたとか、正常に、完了しましたとか、そういうのが出てきまして。で、その後に、今度、公金口座。まあ、コロナ禍で2年前ぐらいに10万円とかね、振り込まれましたから、その時に登録したけど、ああいう手間は、今度からはないと思いますんで、行政早くなると思います。まあ、何かで戻ってくる時の公金の登録口座。当然同じ名前じゃなくちゃいけませんので、はい、それを、まあ、なんとか銀行で何々支店って、はい、口座は全部入れて、やっぱり OK とかって、やっぱり最終的にこのマイナンバーで、ここの後ろに当てて、ピッと OK をもらいます。そしたら、僕の場合は7個でやったんで、話はカードによって違うので、7個の人に対しての聞いてください。すぐには入りません。やった当日は、そのまま何もないと思って寝てください。で、次の日、1日ぐらい経って、24時間ぐらい経った時に、同じ画面で、よいしょ。マイナポータルじゃない、マイナポイントっていうで、やつを、ソフトを入れて、見てみるんですよ。1日ぐらい、寝た後に、マイナポイントって入れると、この、安室奈美子のところに、ポイント、寄与済みとか、未確認とか未入力とか、そういうような文字はあっちゃダメです。ポイント、寄与済みとか、ポイント、寄与確認、なんだっけ、待機中とか、なんかそういうような画面が出てきて、最終的に、ポイントの、寄与が終わった、寄与完了みたいような画面が出てきます。そしたら、その時点ではまだ何もされてないので、その時に、それからまた1日、結局、7個の場合は2、3日かかりますから、そういうことですから。だから、入力してから1日後に、入力してから、入力するときは、もう一回言いますと、入力するときは、マイナポータブル。で、確認はマイナポイントっていう、やっぱりこのマイナポイントっていう、別の、はい、ソフトが、やっぱりウサギが出てきて、マイナポイントっていう、ソフトが、アプリがありますから、それを入れて、それで、これを読み込まして、マイナポイント確認すると、はい、7500と7500の1万5000の5000ポイントの寄与、手続き済みみたいな感じで出てきます。その時点では、これで子孫のもの何も変わっていませんから、そこから1日後、つまり、マイナポータブルで手続きし始まってから2日後ぐらいに近くのコンビニの、近くのセブンイレブンの ATM 行って、はい、7個カードをピラって、カード入れる ATM として使うんじゃなくて、左手前のところにこの平面に置くところがありますから、これを置いて、カードで、
残高確認とか押すんですよ。そうすれば今までの自分のポイントとセンター預かりの15,690、自分の場合はまず690っていうのは別にあったわけですから、それ以外に現金としての例えば買い物するときは、7個のポイント、じゃがないと、現金で買うわけですから、そちらの方にまずポイントがいくつかあって、あとはポイントっていうかまあ、チャージ金額、それで、この場合はね、チャージ金額で円で買い物するわけで、それを減っていくときに、現金でチャージするのが普通で、はい、普通ですね。そうするとそっちに、何円分が増えてきますけど、その裏としてお買い物するとポイントが増えてきますよね。私はその時に690ポイントあったんで、残高照会を押したら、15,690 になってました。で、センター預かりっていう風になってました。つまり、このアプリの、マイナポイントアプリでやったのは、7個の、当然、マイナポイントの時にカードの種類がいっぱい出てきてくるんで、7個って選択したんですけど、その時点では、あくまでも7個のセンター預かりなんですよ。このアムロ7個の番号で、当然番号を入力してますから、これでセンターに預かってるから、それをもらうのは手続きをしなくちゃいけないんです。そのためにはまずセブンイレブンに行って、このカードの残高照会を見て、センター預かり分で、2つ登録したから15,000以上入っていることをまず確認します。はい。それで、その ATM の操作を終わって、その後にこれをそのままレジに持ってって、ください。それで、レジのお姉ちゃんに、今これに15,000ポイント入っているから、現金にチャージしてくださいっていう。レジを通して、店員の人に操作をしてもらいます。そうすると、自分の場合は15,690が使える方に入ったから、トータル2万円分ぐらいに今、なってます。そういうふうにして初めて入ってます。だから、僕は初めて操作をし始まってから、今で3日目ですね。マイナポータブルをやり始めてからちょうど今で3日目ぐらいにようやく、はい、15,000が使える方に、現金の方になりました。はい、その時の使ったのが、初めの申し込みがマイナポータブル。で、ポイントのを移し替える時には今度マイナポイント。あとは7個でどんだけ使われてるか見るときは7個のやつ。のアプリを入れると。この3つ。これとこれとこれが必要です。はい。以上、分かったかな。まあ、でも、親父頑張ったよ。もう、本当諦めてたんだけど、頑張ったよ。この、ね、連休中時間だけはあったから、普通の土日ではやる気なかったけど、頑張りました。15,000入りました。だからこれ新規で買うね、これマイナンバーカード作った人は2万ポイントあるんだろうね。いいね。今作るべきだね。だからまあ政府もうまいことやるね。このポイント、結局ね、現金であげるんじゃなくてポイントとしてあげて、結局物を買ってもらうと、国もやることが憎いね。これで分かったかどうか分かんないけど、一応一連の流れでした。一個一個の操作で、スマホでこう操作してとかっていうのは出せないので、スマホはやっぱり個人のデータいっぱい入ってるので、いろんなこと分かってしまうので、見せる人が見ちゃう、専門の人が見るといろんなこと分かっちゃうので、ちょっとそれは嫌なんで、はい。今大雑把にやりましたが、やっぱりポイントが、どういうふうに還元されるのか、いつ使えるようになるのかってやっぱり最終的には気になるので、結局セブンイレブンに行って、レジの人に言わなくちゃダメです。レジの人がポイントを切り替えてくれますから。センター預かりのポイントを、はい、使える方のチャージしてくれますから。
それはお店の人にお願いしますと。ただ入ってるかどうかはセブンイレブンの、セブンイレブンのお店の ATM に行くか、または7個のソフト入ってる人は端末の、7個のソフトでも分かるかもしれないけど、僕はあの ATM に行きました、うん、どっちにしても行った方が早い、話が早いので、うん、はい、まあ、そういうことで、はい、1万5000円入れて得しました。やったね、うん、嬉しいです。もう使わなくちゃ損ですからね。はい、そういうことでした。以上です。